他人に興味がないの対処法。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル、今日はキャンプ場からキャンプをしながらお届けしています。質問いただきました。たけさん、26歳、男性。私は他人に興味がありません。だから人付き合い、コミュニケーションが苦手だと思います。先生は他人に興味がないことについてどう思いますか？私はお互いが興味があり、気が合うなら仲を深め、興味がないなら必要最低限の関わりで良いのではと思います。私もそれでいいんじゃないかなというふうに思いますね。基本的に他人に興味があるのかないのかって言いますけど、人間っていうのは自分に興味があるものです。それはだって生まれた時、赤ちゃんをギャーって生まれた時、必ず一人で生まれてきて、最初お母さんの顔を見て、次お父さんの顔を見て、そしていろんな人のつながりを作っていくっていう、コミュニケーション力ゼロからスタートするんです、人間っていうのはね。なので他人への関心っていうのも徐々に広がっていくというイメージですね。ですから人間基本的には自分に関心が強いっていうのは、一般的に見るとエゴが強いとか自己中心とか自己中とかね言われて、あんまり良くないように見られますけど、そもそもがそれは別に人間としての本質というかあり方なので、別にそこを卑下したりコンプレックスに思ったり責めたりする必要っていうのは全くないと思うんですね。ではじゃあ他人と付き合わなくてもいいのかということになると、なかなかそうもいかないということなので、社会生活をしていく上で、あるいは仕事をしたりする上でね、他の人と付き合っていくということをしていくということが必要なんですけども、日本人ってなんかみんなと仲良くしなきゃいけないっていうことを小学校とかで教わるのか、それが私はすごく良くないと思うんですね。あまり気の合わない人と仲良くするっていうことは、人間にとってものすごいストレスになってきます。多分皆さんも職場でそういうストレスを抱えてる人が多いと思いますけども、なので私のストレスフリー超大全に書いてありますけども、みんなと仲良くするな、としなくていいんだよということを一つ皆さんに覚えておいてほしい。職場の人間関係というのは所詮職場の人間関係です。あなたが別な会社に移った場合、今職場にいる何十人かの人と一体何人お付き合いするでしょうか。1人か2人ぐらいはつながりが続く人もいると思いますけど、ほとんどの人は今毎日顔を合わせてますけど、あなたが例えば会社クビになった場合において、あなたのことを心配して連絡取ってくるかっていうと、取ってこないんですね。それはあるいは同じ会社にいてもどっか転勤して東京から北海道に行った場合においてですね、定期的にあなたに連絡を取ってくる人が一体何人いるかっていうと、やっぱりせいぜい数人ぐらいしかいないと思うんですよ。だから会社っていうのは所詮会社の中での付き合いで、会社というその場というものから自分が出たところにおいて、人間関係っていうのはほぼほぼゼロにリセットされるような、その程度の人間関係なので、それをいちいちね深めてると疲れます。それはだってあとあとゼロになっちゃうんだもん。なのでまあそういうエネルギーがあるんであれば、自分の家族とか奥さん、パートナー、恋人、そういった親しい人たちとの時間にできるだけエネルギーと思いというものをね振り分けていった方がいいかなというふうに思いますね。他人への関心、自分への関心ということなので、この質問した人がおっしゃったように、気の合う人と仲良くする、気の合わない人とは仲良くしないわけじゃなく、そこそこのね事務的なというかドライな人間関係、職場の人間関係というのは基本的にそういう、お互いに仕事をやるのが会社なので、仲良くなることが目的ではないですよね。逆に言うと半沢直樹みたいに相手の足引っ張り合っていたら、それはちょっと仕事が進まないので、あそこまで行くとちょっと問題になりますけども、角が立たない程度にお付き合いをしていればですね、大抵問題はないので、皆さんね過剰に仲良くなりすぎだし、ドライな関係っていうのが苦手というかね、事務的な、アメリカなんかで私も3年間やりましたけども、その職場以外でご飯食べに行った人って、時々全員でパーティーとかありますけど、個人的にご飯食べに行ったり何か遊びに行ったりする人って本当2人ぐらいしかいなかったですね。それも年間で数えてもどう見ても10回は超えないですね。本当月1回とかそういうのあるかないかぐらいの感じなので、非常になんていうかな、ドライなんですね。ほとんどの人はその組織の中だけのね人間関係っていう、そういうのでいくと非常に相手に介入もしないし、非常に楽に行きますので、無理して他人に関心を持ったりねする必要はないので、自分の気の合う仲間と大切な時間っていうのを過ごすっていう風にしてうまくやっていけばいいかなということです。他人と過剰に仲良くなる必要はないけども、仲悪いと確かにやりづらいので、ほどほどの関係性を築きながら人間関係っていうのを構築していくといいんじゃないかなと思います。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。